平野紫仕様神宮寺優太たが新事務所と米飛べ大反響反響。待ち時間720分のファン殺到。元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺優太たが、ジャニーズ事務所元副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、飛べ、トゥービーに合流することが7日に発表されました。この発表は公式 YouTube チャンネルの生配信にて行われ、 同時視聴100番人、その後のインスタライブでも50番人を超える視聴者数を記録し、多くのファンの注目を集めました。生配信は午後7時にスタートし、わずか20分で同時視聴者数が100番人を超える快挙を達成しました。途中合流した三宅健がこの数字を二人に伝えると、平野と神宮寺は驚きと喜びを共有しました。うわすげ、え 嬉しい、という感激の声が飛び交いました。その後の平野と神宮寺によるインスタライブも終盤には50万人を超える視聴者数を記録し、多くのファンが興奮しながら見守りました。さらに、このニュースはツイッタートレンドでも話題となりました。滝沢社長が事前に、スクショ OK、と発表したこともあり、多くのスクリーンショットが拡散され、ハッシュタグ、 トベッチョン d n ロ0 2は1位に踊り出ました。ジグヒラを帰り、やタ人のフルネームもトレンド入り、市ファンの盛り上がりを示しました。さらに、この日の発表では公式ファンクラブ FC の解説も発表されましたが、入会するためのトベ、トべ。 会員としての ID 作成ページはアクセス集中により、同時刻には720分待ちの表示がされるほどの大きな反響となりました。ファンは待ち時間を気にしながらも、応援の意思を示すために登録手続きを進めました。平野紫耀と神宮寺裕太は5月20日に放送されたい h k 総合。 メニュー101を最後のテレビ出演とし、同22日にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退場しました。その後の動向が注目されていた中で、一部メディアで飛べへの合流が報じられ、6日に公開された生配信ティザー映像には二人と思われる影や手が映っており、この日の合流発表が有力視されていますし、 平野市用と神宮寺由太の新事務所、とべ、への合流発表は大きな反響を呼びました。生配信やインスタライブでの視聴者数の記録更新、ツイッタートレンド1位の獲得など、ファンの熱狂的なサポートが明らかになりました。 公式ファンクラブの開設には待ち時間が720分もかかるほどの人気ぶりで、平野と神流寺の今後の活動にますます期待が高まっています。彼らの新たな道に対するファンの応援の声はますます大きくなっていくことでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。